さくら。みっともないところ見られちゃいましたね。アナスタシアさんに教えてもらえればもっと上手になれるって思ったんです。だけどダメでした。そんなにアナスタシアの弟子になりたかったのかい？伝説の花組たちか。さっきそのポスターを見ていたよな。昔の花組はすごい人たちがいっぱいいたんです。伝説の公演、伝説のスター。私なんかじゃ全然叶わない。どれだけ夢を見ても追いつけない夢。なあさくら、さくらって裁縫が得意なのか？というか、帝劇に来てから得意になったっていうか、帝国歌劇団はお金があんまりなくて、だから衣装とかも自分たちで作ったり直したり、そういうのをやってるうちに上達して楽しくなってきたんです。へえ、なるほどね。そういえばさくらは以前に新宮寺さくらさんに助けられたって言ってたよな。はい、私の憧れです。強くて綺麗で優しくて、私も新宮寺さくらさんみたいになりたかった。君ならなれるよ。そう信じてきたんだろう。そうですけど。その夢を諦めるのかい？さくらには強い思いがあるんだろう。私は、俺はそんな思いに気づかされたんだ。絶対に諦めてはいけないって。そのさくらが大切な夢を諦めてしまうのかい？私は諦めたくないです。でも神山さん、この刀はさくらのかい？はい、お母さんの形見、雨宮国定です。形見？そうか、そういえばお母さん亡くなったんだったな。ええ、もう10年になります。神山さん、どこを見ているんですか？いや、そのブローチ素敵だなと思ってさ。あ、これですか？銀六百貨店で見つけたんです。家を出て花組に入って、これからここで頑張る自分にって。とても似合ってるよ。華やかで桜にぴったりだ。ありがとうございます。桜の髪サラサラとしていてとても綺麗だな。ありがとうございます。髪を上げれば新宮寺さんみたいな髪型にもできるんじゃないか？いいえ、私にはまだそんな自信がありません。いつか追いついたって思えたら試してみようと思います。あ、このリボンですか？新宮寺さんみたいに大きなリボンをつけてみたかったんです。とても似合ってるよ。黒髪にぴったりの色だね。ありがとうございます。
桜の瞳はどことなく新宮寺さんを思わせるな。色は違うけど宿す光の強さが同じっていうか。ありがとうございます。そんな風に言われたのは初めてですけど、とっても嬉しいです。諦めたくない、その気持ちがあれば前へ進めるんじゃないか。でも気持ちだけじゃ前へ進む道が見えないんです。どうすれば夢を叶えられるのか全然わからなくて、アナスタシアさんからそれを学べると思ったんですけど。聞けば聞くほど新宮寺さんへの強い思いが伝わってくるよ。それだけ強い思いを持っていれば必ず夢を叶えられる。新宮寺さんみたいになりたい。その夢をまっすぐに追いかけていけばいい。神山さん、優しいですね。不思議です。さっきまで不安でいっぱいだったのに、神山さんに勇気づけられて心があったかくなって、私やっぱり。神山さん、なんかついツンツンしたくなって。ついじゃないですよ、もう。あまり見つめないでください。そのドキドキして。さくら、その髪を撫でてもいいかい？恋人同士さ、いや恋人になっちゃおうか、さくら。神山さん、もう冗談ばっかり。そんなのまだ早いです。はあ、びっくりした、顔が熱くなっちゃったよ。さくら、君の瞳は輝いている。何があったってその輝きが失われることはない。それがさくらの強さだよ。神山さん、さくら、君はもう大丈夫なはずだ。なんだか元気が湧いてきました。神山さんに勇気づけられて、私まだまだ頑張れます。ああ、応援している。君はもっともっと素敵になれる。そう。新宮寺さんのように。はい、ありがとうございます。神山さんが来てくれてよかった。私みたいに優しい青兄さんのままでいてくれて本当によかった。私嬉しいです。神山さんとならどこまでだって頑張れます。だから見ていて
てくださいね。アナスタシアさんには断られちゃったけど、でも絶対にへこたれません。神山さん、元気をくれてありがとうございました。